イスラーム過激派、イスラム過激派または、イスラーム過激派とは、自分たちの理想をイスラームにより、理論化し、そのような社会の実現を図るために、武力、暴力の使用を容認する、戦闘的な折を総称する用語である。こうした組織は、支持者の側から見れば、イスラームの名を使用して、主張を実現するために、犯罪やテロを行う過激派、 エクストリミストとみなされることになる。この中には、サラフィー・ジハード主義を掲げるアルカイダ系の組織なども、含めるのが普通である。なお、95%以上がスンナ派の、ハンバリー法学派の信徒で占められている。最近では、イスラーム過激派に対して、ジハード主義、ジーホデザムあるいは、ジハード主義者、ジホディストという言葉を海外メディアが、よく使用している。 また、日本のメディアでも、例えば時事通信が、ジハーディスト、聖戦主義者という表現を用いている。ただし、イスラームにおける、ジハードの本来の意味は、奮闘努力である。イスラーム過激派では、唯一神、アラーフの性質である、神の単一性、タウヒードが、イスラム信仰者の共同体、ウンマの単一性として解釈されている。 前提として、どんな人間でも、神の単一性の共同体に加わろうとすることは、可能だが、こうした考えや信仰からすると、共同体の外側は全て、敵ということになる。20世紀のイスラーム思想家で最も影響力があった一人は、過激派のサイードクトゥブとみなされている。エジプトのムスリム同胞団活動家だったクトゥブの解釈では、全世界が、 反イスラーム的状態にあり、人間の思想が神の地位を与えられている。しかし、世界の政治的抑圧、不道徳、不平等、物欲等はユダヤ人が打倒され、世界が神の法則のみによって統治されるようになれば、すべて終わるとクトゥブは言う。彼のメッセージは、すぐに民衆から支持された。暴力革命をはじめとするクトゥブの主張も、 急進的なイスラーム主義者たちによって広く受け入れられている。クトブによれば、ハトでさえ不幸に見える場所が大都会であり、ニューヨークは創造しくやかましい巨大な作業場である。そしてアメリカでは投げかわしくも、金銭、映画スター、新車以外について会話されることはないに等しい。日常生活には誘惑的な空気があり、衝撃的な感能性や、 女性の慎みのない行動で悩まされる。大都会ではないコロラド州の街グリーリーでも、教会の主催したダンスパーティーがあまりに身柄だったため衝撃を受けた、トクトゥブは言う。クトゥブによれば、本来ジャーヒリーヤとは、イスラームにとっての、無知、つまり、偶像崇拝、を指す、宗教用語であり、近代以降は、野蛮という意味にも解釈されるようになった。 近代における、この善悪二言論は、悪に対する戦争を先導しており、イスラーム的であるが、近代的でもある思想として、思想史に位置づけられている。クトゥブの論では、実は、西洋の中にはクトゥブが高く評価した部分もあったが、それは、ドイツロマン主義であり、フランツ・マルクの芸術作品、キツネの絵だった。アメリカ人はその作品を一別しかしないため、 西洋人が精神的、心理的実行に不向きなのは明らかである、と屈部は結論した。屈部によれば、西洋人、またはユダヤ人は世界的な陰謀を企んでおり、その証拠として屈部は、ロシアの偽造書、シオン賢者の議定書を好んで引用している。屈部の核心によれば、そして宗教、人種、国家といった障壁を超越しているかのような、 国際的な文化や共通遺産は世界のユダヤ民族によって企てられた策略の一つであり、全世界の国家へ潜入し、邪悪な計画を永続させるための試みであると、クトゥブは言う。この邪悪な計画の頂点に立っているのは氷菓子であり、彼らを通じて、こうしたイスラーム運動における人間社会とは純粋な信心によって成り立つものであり、 ドイツの国家社会主義、ナチズムにおける国家が純粋人種によって成り立つことに類似している。クトブによると、ジハード、努力、聖戦の目標は、神の法のみに権威を与え、人間が作った法を除去することだった。この、戦線復刻は、陰憂、非憂の類としてではなく文字通りに受け入れねばならないと、クトブは言い、その理由として、次を挙げた。 西側の多くの国家からイスラーム過激派に指定された組織とその主な活動地域を以下に記す。イスラーム過激派は伝統的にはイスラームの理想とする国家、社会のあり方を政治的、社会的に実現しようとする運動であるイスラーム主義の中から生まれ、現代社会の中でイスラーム的な理想の実現にとって障害となっているものを暴力によって排除しようとする。 人々のことである。エジプトのムスリム同胞団の理論家であった、サイード・クトゥブ、シーット・クトゥブのイスラム教国の世俗化、西洋化、共産化を思考する指導者が統治し、腐敗と圧政が蔓延する現世は、イスラム教成立以前のジャーヒリーや、無名時代と同じであり、武力、暴力を用いてでもジハードにより、真のイスラム国家の建設を目指さなければならないとする、クトゥブ主義。 クトビザムがイスラーム過激派の行動の原点となっている。冷戦終結により共産主義を施行したソビエト連邦が消滅した結果、現在のイスラーム過激派の主たる排除対象となっているのは、ムスリムの土地を占拠するイスラエルや、イスラエルを支持したり、イスラム教国で戦争を行うアメリカ合衆国を、はじめとする欧米諸国や、これらと結んだり妥協したり、 イスラム教の世俗化を執行する廃業者と認定されたムスリム政権である一切の世俗的な価値観を認めない急進的なイスラム主義、イスラム原理主義、イスラム過激派は、世俗的な価値観と妥協して国家の発展を目指すムスリムの政権にとっても危険であり、特にクトブ主義の発祥の地であるエジプトでは、歴代政権によりイスラーム過激派に対して、 法的根拠のない拷問や処刑等の過烈な弾圧が加えられ、その度に世界各地に過激派が拡散し、先鋭化する循環を繰り返している。彼らは個々人が結合した団体を組織するが、最近の傾向として、草の根テロリズムという言葉が使われるように、プロデューサー、ディレクター、テクニカルアシスタント、リクルーター、ソルジャーなどの役割ごとの緩やかなネットワークで、 結ばれた人々からなっていると分析されており、こうした人々は中東のイスラーム社会のみならず、欧米まで含めた世界中に存在するムスリムの中に溶け込んで活動していると考えられている。現在、ムスリムの社会の間では、個々人や地域によって程度の多少はあるものの、反アメリカ、反シオニズム、反ユダヤ主義とは必ずしもイコールではないなどの漠然とした感情が、 あるとされ、分析者たちは過激派は、こうした感情を背景に居住地域に浸透していると見ている。最近では、ヨーロッパに住んでいたキリスト教徒のヨーロッパ人が、回収して、イスラーム過激派に参入するというケースも少なくない。ドイツの連邦憲法用語庁によると、ドイツ人、ドイツ移民合わせて、約二百五十人が、海外のテロリストキャンプで、軍事訓練を受け、 その一部はドイツに戻っているという。イスラム過激派を詳しく見ていくと、近代化した国を中心としたものと近代化していない国を中心としたものとに分けることができる。前者はインターネットなどの通信手段を自らの思想を広めるため積極的に用いるのに、対し、後者はターリバーンのように西洋由来のものを否定的に捉える傾向がある。ただし、タリバーンは 政権掌握時にラジオを唯一のメディアとして活用しており、処刑に拳銃を用いていた。政治学者のアレックス・シュミット、フランス語、アレックス・シュミットとベルト・ヨングマン、フランス語、ベアート・ジャウンマンは109個のテロリズムの定義の明らかな層を読み分ける。パレスチナ問題の文脈の場合において、テロリズムの用語は相手方の非合法解の意味合いを持っている。したがって、 幾人かの解説者たちはそう意味を割り当てるかもしくは、非宗教上の理由、テロリズムのパレスチナの軍事闘争と名付ける。その一方で、パレスチナ人と、その支持者はそこで彼らのテリトリーの一つの解決策の、不法選挙であるところのイスラエルの逆の抵抗を認知する。つまり、必ずしも、暴力や戦闘を行う者が、過激派、行わない者が、恩憲派と、 区別されているとは言いがたく、過激派の定義がブレることがある。例えば日本の一部の有力詞は、ハマースを、過激派、ファタ派を、恩賢派と表現しているが、これは、イスラエルを、和平交渉相手として認めるか否かにおいて、過激派、認めないと、穏やか派、認めるを区別しており、ファタ派は、ハマースに対する構想で暴力を用いていることからも、暴力の使用が、 過激派の定義の基準になってはいない。2010年におけるテロ行為以来、BBC のようないくつかの新聞は、その政治的重圧の理由によって、テロリストの用語の使用を拒否する。どのようなものもテロリストもしくは、テロリストとみなされるような行動として書き記すことを、避けるよう私たちは試みた。私たちがしようとしたことは、二人の男が、古史雑誌のオフィスでの攻撃において、 人々を殺したということである。それで十分であり、私たちは、それの意味とそれが何であるかを知る。危険と呼ぶことのこの拒否は、専門家としてのまたは、政治的な人間としてのジャーナズムの間でよく、確立していることが認められる。占領における武力に反対する抵抗において、いくつものイスラム、原理主義の、フランス語、イスラミスト組織が彼らの活動を形容する。 それと同じように、ハマスは、イスラム教の、フランス語、イスラミック抵抗の活動を意味する、ハリコットある、マコウマあるエスロミアの当時語である。ヒズボラの旗は、レバノンのためのイスラム教の抵抗を意味する、ある、マコウマある、エスラミーやファイラブナンのスローガンを入り口に掲げる。イラクにおいては、宗教上での政治的な影響のいくつもの組織が、アメリカの軍事力に抵抗するゲリラを導く。 ファティアマ、フランス語、ホティアマックによれば、イスラムのまたは、イスラム教徒の引く、ユダヤ人のキリスト教徒の宗教的なテロリズムにおいて、名付けるのを研究者らはためらわなかった。イスラム教徒の、フランス語、ムージルモンテロリズムという用語は、もっと稀である。イスラム、原理主義のテロリズムのところよりもむしろ、 イスラム教のテロリズムの表現をしばしば何人かの著者は使うにもかかわらず、かなり少数派のこの用法は研究者と知識人の数にいて投げ出され激しく批評される。それは彼の意味の不正確さを力説し、そしてそのような仕様における運の向かないその効果を告発するものである。同様に、フランス語、セミーベナは次のように考える。 イスラム教のテロリズムというものは存在しない。用語での高貴な意味とは必ずしも限らない。残念ながら、しかしすでに始まったばかりの難しさ、抵抗における威厳と正当性をどう決定するか抵抗のための、しかしながら、とりわけ政治的そして経済的な権力に対する闘争における複数のテロリズムでのあるテロリズムの存在。宗教は一つの外見である。 それらの隠し場のところのこれを乱すのにおいてそのものに、作用するテロリストのある現象の、その現実を見積もっての意義を、それは否定しない、しかし暴力的なそれの行為を弁明し終えることによって、自らがイスラム、原理主義のであることを望む、政治的な凸のイデオロギーを都合よく使うところの、イスラム教のその次元へそれは還元されない。イスラーム過激派は、 日本などでは、イスラム原理主義過激派という呼称がなされることもある。イスラム原理主義とは、イスラーム共同体を予言者ムハンマドが、共同体を創設した時代の現象の理想的な姿に回帰させることを思考する、様々な運動や主義主張を、その人権侵害性などを理由に批判的に捉えた、用語である。多くの国々、とりわけ非イスラーム圏では、 イスラーム過激派は、イスラム原理主義の過激派であるという理解が、一般的に広く浸透している。一方、親イスラーム的な研究者や、保守的ムスリムの間には、イスラム原理主義と過激派が結びつけられることにより、イスラーム原理主義、彼らの故障によれば、イスラーム主義、イスラーム復興と過激思想が、本質的に結びついたものとみなされることに対する、批判的な見方があり、 イスラーム過激派とイスラム原理主義を厳しく弁別する考え方がある。また、イスラーム主義の中でも詳細な区分が行われるようになり、初期イスラムの時代、サラフをも半年回帰すべきであるという思想を唱える、サラフィー主義、サラフ主義と呼ばれる系統も持る。その中には、アルカーイダ系組織などが掲げるサラフィージハード主義も含まれる。によると、ジハーズム、フランス語。 ジーハデスムは下手なまたは異論の多い用語である。それはイスラムの過激派の思想の流れからのを指し示すものである。そしてそれはシャリアにおいて根拠を与える全くイスラムの統治を確立するためのこのイスラム教徒の伝統的なテリトリーにおける非イスラム教のすべての影響から追い出す仕方の暴力の使いの要求を指し示す。大多数のイスラム教徒にとってのものである。 ジハードの語を含む用語は、信仰心の深い人生における基礎である。しかしいくらともイスラムを守るための戦闘の行為からり、立つものである。こうした言説の背景には、過激派の活動は、イスラーム上根拠がないという主張がある。例えば、コーラン、クルアーンでは、正当な位置づけのない殺戮は、大義のない犯罪であるとして禁止されているとする。社会学者のドミに配れ、 フランス語、ドミニク・バイ・エイ・はイスラム、原理主義のテロリズムは一つの、クルアンにおけるそしてウェイスラムそのもののこれである、新原理主義の解釈であると考える。彼によれば、シャリアは平和な機関での虐殺の根拠を示さない、また、エジプトやトルコなど、無差別のテロが穏健なムスリムの間にも犠牲者を出した例も少なからずあり。 多くの経験なムスリムは過激派をテロリストとみなして、異端死しているとよく言われるが、異端とする公式な宗教的宣言がなされたことはない。一方、イスラーム社会の中では、反米、反イスラエル的感情の高まりを背景として、9.11等のアメリカやイスラエルを標的とするテロに対する同情があることもしばしば報道されている。 このテロリズムの原因はいくつかの観点に従って様々に与えられる。によると民衆の悲哀とエリートの堕落への社会的抗議の状況におけるテロリズムそのものがイスラムの国家統治の失敗をもたらす。金持ちがボルを着たろくでなしの単なる報復として乱暴にこの現象を解釈するようなイデオロギー上の闘争において同じのこちらのものである。 止める国家の無理解においてテロリズムは属する。社会学者のドミニク・バレ、フランス語、ドミニク・バイエは、その原因が経済的、政治的、社会的そして心理的に重なっていることを考える。ドミニク・バレによると、いくらかのイスラム人は屈辱を受けたと意識しているのと、同様に堕落させられたと思う、そして更新的な宗教のようにイスラムを考える。 西洋も堕落していると思う。彼によれば屈辱は、結果における原因ではない。J. ナイリンク、フランス語、J. ネリンクによれば、そして説教師で、進学者のイスラム人のタリクラマダンによれば、西側諸国において、他神教もしくは、金銭、重足、セックス、暴力、騒音、全部の道徳と全部の超越性における。 全ての精神性の巧妙なまたは乱暴な否定の崇拝の一つの形が宗教の否定を形作るのをイスラム教徒たちは見ている。それらのこれがこの意識の周囲に連なるのを認識する。哲学者ルネジラールによれば、テロリズムは私たちの異なった一つの世界、けれども想像もつかないようさせる私たち同士の遠く離れたこの違いを書き立てるところの これに束縛する。それは目的への集中そして類似の極度の欲望とは正反対である。それそのものは、それゆえ欲求不満の人々の一つの第三世界をめぐる再結集と呼びかけの意志、そして西洋諸国をもって模倣的な敵対関係の彼らの報告における死傷者において仲間を受け入れる。テロリズムの原因における複雑さは理解と対話による、 集結のためにに解決を求めることが必要である。21世紀からは、一つの類似の議論での理由において、そしてパレスチナ、ボスニア、またはカシミール地方において不当が、多くのイスラム教徒において耐え忍ばせることの、正しさを示すところ、いかに大きな原因であるかの以前における事例としての、グローバルな動きの一つであるかのように、イスラムのテロリズムはしばしば考えられている。 それが西洋の国、そして主に伝統的なイスラム教徒の国、とりわけアフリカと中近東において明らかになる。ボコハラーム、インサイドナイジェリア、S、アンホリーウォーにおいてマイク・スミス、フランス語、ミケ・スミスによれば見られるその起源はソマリア、またはチャドにおけるような、たとえ一般的な注目点を付け加えても、時代の国家への抵抗での社会における宗教の 一つの手段化、フランス語、インストロームンティラゼーションにおいてそれはしばしば生じる。一般のイスラム文化に表現力のあるは、グローバルなイスラムにおける二つの要因を強調する道徳と国家の決定の優位は、新原理主義のための周辺のジハードでの手段化だけでなく、一般の運馬からの欠点を補う中身を与えるためにも、国家による行政からの反対のと、パキスタン、 他の並びにナイジェリア、などのシャリアを制度化している、ダゲスタン、または、イスラムのたくさんの主張国から、イエメンの南部での、タリバンにおけるものを見分けるものであるこれが、この、イスラモトラバリスム、フランス語、イスラモトバリスムである。2005年において、いかにグローバル化がテロリズムを生んできたかを、リー・トゥ・アデフラムにおいて教える、アリ・ライディ、フランス語、リー・レイディによれば、 テロリズムの銃のうちの旧近くというものは国家の弱さである。しかしながら逆に本質的に独裁者によって統治されたイスラム教徒の世界においてはイスラムは暴力活動によって弾圧された不安定化の要因とならざるを得ない。トマピケティはパリ同時多発テロ事件について緊縮財政政策が国家主義的緊張を作り出し、 所得格差が中東におけるイスラム過激派のテロリズムを促す大きな要素だという見解を示した。人口の10%にも満たない石油オーラの生産量が地域の GDP の60から70%を占めており地域の発展にお金が使われていない女性や移住労働者を含む大多数は純奴隷同然だとピケッティは述べた。そして近年における 中東の若年失業率は25%に達する。大学卒の失業率は、エジプトやヨルダンでは15%を超えている。は1995年以降に、フランスで活動したテロリストのプロフィールを調査した、結果、移民2世がテロリストになった事例が突出して多い事実を見出し、イスラム過激派への入信現象の本質は、移民家内の世代間闘争であると主張した。 ロアは移民二世は自発的に移民した一世より格差や貧困に対する覚悟が足りず憎悪や復讐心を募らせ自らのアイデンティティを問わずにはいられないそういった不安定な状況を宗教的な目覚めが後押ししてイスラム過激派になると推測した1987年 アメリカ同時多発テロ事件首謀者とされる、後にアルカイダナンバー3となったハリドシェイク・モハメドが、静岡県の建設機械メーカーで研修を受ける名目で日本に滞在し、約150台の削岩機を購入してアフガニスタンに輸出していたことが判明している。ハリドは、身柄拘束後、アメリカの当局に対して200 FIFA、2002FIFA ワールドカップにおいて、 日本でのテロを計画していたと供述している。2004年にドイツミュウンヘンで殺人容疑で拘束されたアルカイダ参加ルーベダン幹部のアルジェリア系、フランス人は以前偽装旅券で日本に不法入国し、新潟市内のマンションに住み、外国人登録して短期滞在ビザの更新を繰り返しながら新型東港を拠点にロシアや北朝鮮に 中古車等を輸出していたことが判明した。この事件に関連して、警視庁公安部及び、神奈川県警察、群馬県警察、新潟県警察により、千代田区の関係会社等の捜査が行われ、埼玉県戸田市の会社社長のバングラディッシュ人、埼玉県川口市のバングラディッシュ人会社員、新宿区の職業不詳のマリ人、群馬県東村、原伊勢崎市の解体校のインド人など、 計5名が逮捕された。2007年に神奈川県ザマ市のアメリカ陸軍キャンプザマが迫撃弾で攻撃された際には日本及びパキスタンの情報筋からの情報としてアルカイダが日本国内に拠点を持っているとアメリカンブロードキャスティングカンパニーにより報じられた。また同年当時法務大臣だった鳩山邦夫が友人の友人が バリ島爆弾テロ事件に関与したアルカイダメンバーで同人物はたびたび日本を訪れていると発言し物議を醸した。2013年3月からアイスセルの支配地域をたびたび訪れてアイスセルメンバーと接触していた同志社大学元教授中田幸は2014年に北海道大学の学生をアイスセルに戦闘員として参加できるようアイスセル幹部に仲介し、 渡航ルートと通訳を手配したとし、警視庁公安部によって、視線予備、陰謀事件として阻止され、学生は身柄を拘束され、中田を呼び、中田と共に、愛しセると接触していたジャーナリストの常岡、康介らは、宅捜索を受けた。また別に、千葉県内の20歳男性も中田に連絡を取り、2014年8月に、シリアへ渡航する予定であったが、 家族が説得したために未遂に終わった。2016年に発生し、日本人も多数殺害されたアイスセル系組織による、ダッカレストラン襲撃人質テロ事件の犯人の一人は、京都市の立命館大学で准教授を務めていた、日本国籍も保有する、バングラディ、友人とされるが、同犯人は訪日以前は、ヒンドゥー教徒であり、日本でイスラーム過激派の思想に感化されたとも、 考えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。